警戒レベルが最高に引き上げられて4週間ですが今日も感染者の数は過去最多に迫っていて韓国政府は明日にも再びの防疫措置延長を決断します5日発表の新規感染者は1776人で過去4番目の多さとなりました韓国政府は先月12日からソウルなど首都圏で防疫レベルを最高に引き上げていますすでに一度延長していますが 再延長は避けられない情勢です宣言慣れが指摘される日本と同じく韓国でも厳しい規制への疲れや気の緩みが問題視されています。